裏世界ラボ。ミキはもう10年以上もの間誰かから復讐され続けている。私だって反省してるのに。うん、分かってる。ミキ、落ち着いて。ことの起こりは10年前、私たちがまだ社会人になったばかりの時だった。なお、見て見て、彼氏できた。わあ、よかったね。結構年上？優しそうな人じゃん。うん、めっちゃ優しいの。ミキが社会人になって初めてできた彼氏。のろけまくるミキの話を私も最初は喜んで聞いていた。しかし、まあ奥さんいる人なんだけどね。え？いや、不倫はやめた方がいいんじゃない？なんで？なんでってダメでしょ、人として。なんとミキがのめり込んでいた恋愛は不倫だったのだ。それを知った私はもちろん止めた。しかし彼女は聞く耳を持たなかった。え？でも不倫なんてみんなしてるしさ、スリルもあっていいじゃん。しかもね、奥さんや会社にバラすよって言ったら彼何でも言うこと聞いてくれるんだ。ほら見て、これも買ってもらったの。そんな。でも彼女とは会社も別だし、ミキに注意する以上のことは私にできなかった。せめて誰にもバレずに不倫が終わることを祈っていたのだが。なお、やばいんだけど。なんか会社に不倫バレちゃったみたいでさ、今日上司に呼び出されてさ。最悪、匿名で電話があったんだって。絶対奥さんじゃん。数ヶ月も経たないうちに不倫が彼女の会社にバレたらしい。だから辞めなって言ったのに。慰謝料とかあるんじゃないの？どうするの？そしてこの後の彼女の対応は今思い出してもひどいものだった。私、直哉さんが結婚してるなんて知らなかったんです。騙されたんです。え？それに直哉さんが私を脅してきたんです。付き合ってくれないと上司として君の評価を下げるぞって。岡田君、そうなのか？違います。不倫がバレたミキは徹底的に自分の非を認めないという手段を取ったのだ。あなた信じてくれ、俺は誓ってそんなことはしていない。嘘です。私にパワハラまがいのことをしたくせに、ひどい。その噂が流れ、ミキの不倫相手は会社に居づらくなり自主退社。再就職もうまくいかず精神を病み無職となってしまったらしい。不倫相手の家庭は崩壊し、奥さんまでもが精神を病んだ。そこにつけ込む形でミキは少額の慰謝料で和解に持ち込んだのだ。人生ってちょろいね。ラッキー、慰謝料半分以下になったんだけど。しかしその後数年が経ち、さすがに彼女も落ち着いてきた。あの頃の自分はおかしかったと反省して、新しく優しくてかっこいい彼氏もできていた。その人と婚約までしていたのだが。え？何？トーマくん。ミキ、これ何なんだよ。え？突然その婚約者のもとに差出人不明の封書が送られてきた。嘘。これミキだろ、どういうことだよ。中身は彼女がかつて犯した罪の証拠の数々、過去の不倫の証拠、えげつない写真の数々、彼女の人でなしな暴言の記録だった。この時のことは本当に反省してる、もう二度とこんなことしない。もちろん彼女は過去の非を認め婚約者に謝った。しかしその話を聞いた婚約者の両親が激怒。ありえない、そんな女との結婚をやめなさい。結婚式まであと2週間という時期だったが、あっという間に破談になった。ふぅかわいそうに、きっとこれからいいことあるよ。その出来事に大変なショックを受けた彼女は仕事を辞め遠方に引っ越した。ようやく立ち直って仕事に打ち込み始めた時、今度は職場に封書が届いたそうだ。中身はもちろん。なんだこれは。それは彼女はブライダル関係の仕事をしていたため、顧客の信用問題に関わるとして即刻クビになった。当然犯人はかつての不倫相手の奥さんに違いない。1回目の時は彼女も自分も悪かったのだからと罰のようなつもりで嫌がらせを受け入れたが、
今度は警察にも相談した。昔の不倫相手の元奥さんからストーカー被害を受けているんです。しかし証拠がないとかで警察からはまともに相手にしてもらえなかったらしい。彼女は弁護士を使って訴えを起こそうとしたが、これもうまくいかず、かえって傷ついてボロボロになっていた。このままだと一生つきまとわれる。ミキ。精神的に追い詰められた彼女はその後再び引っ越し、住民票のブロック、名前の変更などもして働き出した。新住所は今や親とごく親しい人しか知らない。これでもう大丈夫だよ。これからは自分の人生を取り戻そうね。うん、ありがとう。ミキはようやくかつての自分が犯した罪から逃れ、誰にも邪魔されない自分の人生を手に入れたかのように思えた。しかしつい先日のことだった。あのね、ナオン、私結婚するかも。え、おめでとう。あ、でもあのことは彼氏は知ってるの？ううん、まだ。でも機会を見て話すつもり。ずっとに一緒にいたい人だからちゃんと話さなきゃね。新しい場所で新しい彼氏ができ、今度こそ幸せになれそうと喜んでいた矢先の出来事だ。またあの差出人不明の封書が届いたのだ。お前、違うの、言おうと思ってて。必死に弁解しようとしたがもう遅かった。悪いけど君のこともう信じられないよ。またまた彼女の幸せはぶち壊された。そんな、ミキ大丈夫？名前のこととかストーカーから逃げてることとかもタイミング見て本当にちゃんと言おうって思ってたの。なのにひどい。ミキ、でもどうしてここまで？誰がこんなことしてるの？どうやって私のことを調べてるの？え、犯人はあの時の不倫相手の元奥さんじゃないの？ううん、私もずっとあの奥さんが犯人だと思ってたけど、あの奥さん今結婚して海外にいるらしいの。だからきっとあの奥さんじゃないと思う。そう、よくわかったじゃない。もう奥さんは関係ないよ。だいたいどうやって今の彼氏のことを調べたんだろう。更新所とか使うにしてもそこまで調べられるものなの？本当に不思議だよね。そもそもあの奥さんがしたことは不倫の時に集めた証拠を私に渡しただけ。職場を変えるたび、あんたが彼氏と幸せをつかみそうになるたび、封書を送ったのは私だし。どうして私にこんなことするのかな？そもそも最初に会社に不倫を匿名で知らせる電話をしたのも私。どうしてだろうね。あんたは覚えてないかもしれないけど、高校時代にあんたが主導して私をいじめて部活を辞めさせたよね。私に初めてできた大学時代の彼氏もあんたが取ったんだよね。引っ越しても名前を変えても絶対に追いかけてくる。誰がどうやってるの？どうやって調べてるの？やっぱり探偵とか使われてるのかな？そんな数々の私に対する最低な振る舞いを、あんたは学生時代はいろいろあったけど。ねえ、ナオ、私どうすればいいと思う？私たち親友だねって。青春時代の楽しい思い出に脳内変換したよね。ナオ？うん、そうだね。でもきっと向こうもそろそろ探偵を雇う費用がなくなるよ。それまで頑張りなよ。いつでも相談乗るからね。ありがとう、ナオ。ナオだけが私の味方だよ。うん、私たちこれからもずっと親友だからね。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。